はい、皆さん、おはようございます。ハリウッドスターを目指す男アレクサです。あのチャンネル登録者26名の方、本当に皆さんいつもありがとうございます。今日はですね、もうこれだけは絶対に自信があるというか、誰に何と言われようと、どんな人に何て言われようと、これはですね絶対 100% の自信があるっていうテーマを設定しました。今日のテーマズバリこちらです。ホームレスフリーター最強説。ホームレスフリーターこの時代もう最強説。このテーマで話を進めていきたいと思うんですけど、あの前回の動画でも触れました、これからですね、これからの時代チャンスをつかむ人って僕は4つ条件があると思ってて、あの1つっていうのがお金の余裕のある人、2つ目っていうのが時間の余裕のある人、3つ目っていうのが健康な人で、4つ目っていうのがご縁をこう、呼び起こすような、そういった強運を持っている人、この4つの条件を常に準備している人っていうのが僕はあのチャンスをつかんでいくと、思ってます。でまずですね、最初に僕がどんな人間なのかっていうのをあの前提として説明しますと、あの現在28歳で貯金が一切ありません。むしろ借金が40万ぐらい、あります。で、でその借金というか、日々の返済の固定費が大体5万円ぐらいあるんで、それを返済していかないといけないんですけど、なぜホームレスフリーターにまずこだわるのか、この4つの条件とこう照らし合わせながらあの順番にいきたいと思います。まず時間の余裕です。でホームレスフリーターになってまず、時間の余裕があると。でなぜかというと、なぜ正社員じゃなくてフリーターなのか、これっていうのは例えばアルバイトでもいろいろあって、例えば1週間シフトのアルバイトもあれば、もう、今から3日後までのシフトを提出できるような、そういったアルバイトってあると思うんですよ。変な話、じゃあ来週半年間アメリカに行けますかって言われた時にイエスって言える人って、僕も本当にホームレスフリーターしかいないと思うんですよね。なぜかというと、正社員であればまず基本的にあの長期でいきなり休み取るってまず無理じゃないですか。まず時間の余裕がまずありません。で正社員で基本的に月火水木金、9時から6時まで働かないといけないんで、まずその時間の拘束がありますよね。なので時間の余裕がまず正社員でないんですよ。だからホームレスフリーターの方がまず勝ち、はい、まずクリアですね。で2つ目っていうのがお金の余裕ですね。でお金の余裕っていうのもホームレスフリーターなんでアルバイトをしますと。で例えば月給、28歳の平均だと、25、6万ですかね、ざっと言うと。でまず皆さん家賃払ってますよね。で僕が前住んでたところに6万4千だったんで、まずホームレスフリーターになることによって6万4千をまず僕は浮かしてるんですよね、固定費として。でかつアルバイト、アルバイトでも1ヶ月頑張れば普通に20万前後はいくんじゃないですかね。ってなるともう26万円稼いでると一緒ですよ。だから普通に正社員とまずそこ変わらないんで、お金の余裕も僕ありますと。ホームレスフリーターでもし働けばですね。で3つ目が健康ですね。ここは実は難点があって、あの僕も去年の2018年10月から2019年7月まで の約8ヶ月間ですね、僕ホームレスフリーターとして公園で寝泊まりしてるんですけど、1回風邪をひきました。やっぱ真冬はさすがに厳しいと。なんでやっぱその件に関しては家で住んだ方がもちろん雨風しのげるんで安全だと思うんですよね。 Thank you。 しのげる、雨風しのげると思うんですよね。I'm YouTuber。 今ローカルの人がですね、YouTuber かって声かけてくれました。すいません、話が飛びましたね。何でしたっけ。くそー、何でしたっけ話。そう、健康ですね。なんでホームレスフリーターになった時に8ヶ月間なので1回風邪ひいちゃったんで、例えば僕はもう基本的にもう公園で寝る、変な話夜の 4,5 時間をただですね目つぶっとくだけなんで、変な話家にいようがいまいが僕の中であんま関係ないですよね。で持ち物も僕リュックサック1個しかないんで、こうなんすか、物を保管するために家をまず契約する必要もないし、じゃあ充電とかどうするのってなった時にそれはアルバイト先で充電をできるんで、基本的にほぼほぼ解決してるんですよね。ほぼほぼ解決します。健康の問題なら例えば寝袋を家使うとか、屋根付きのテントで住むとか、サプリメントとかを取るとか、そういったもの、ランニングしたりとか、
ていうのをしていけばまず健康っていうの問題は僕は解決できるんじゃないかなと思ってます。でもこれでクリアですよね、ホームレスフリーター。じゃあ4つ目何かっていうと、いわゆるご縁ですね。ご縁を巻き起こすために何をじゃしていくのかっていうのは、やっぱり僕はラブ&ピース学園の学園長としてこうラブ&ピースをこう発信していきたいと思うので、やっぱそういったつながりを持てるような活動をしていきたいなと思います。でその中でやっぱチャンネル登録者26名様いらっしゃいますんで、やっぱその方とこういかにこう手をつないでこうやっしゃいくぞーみたいなこう協力してできるか、これが僕は結構キーワードになるんじゃないかなと、思ってるんですよね。で2019年の1月1日から、90分ご縁英会話っていうのをスタートさせたんですけど、やっぱそれでいろんなご縁が広がりました。こう野菜をもら英会話の代わりに野菜をもらったりとか、レッドブルもらったりとか、例えばドバイに行けたりとか、アメリカに行けたりとか、キックボクシング習ったり、社交ダンス習ったり、総合格闘技習ったり、ジムのパーソナルトレーナーについていただいたりですね、いろいろあったんで、やっぱそういったのをやっぱりこう増やしていって、やっぱラブ&ピースでつながる仲間をこう増やしていけばいいかなと思うんで、もうホームレスフリーター全部の条件満たしてるんですよ、全部で。なぜその時間の余裕がいるのかってところに戻ると、これからこういろんな社会情勢が劇的にこう変わっていく中で、今日やりたいことが見つかって、明日もやりたいことが見つかる、もしくは1週間後やりたいことが見つかるかもしれないですよ。じゃあその時間に当てるためにやっぱ時間って必要ですよ。ただ正社員になるともう9時から18時、変な話ここ会社に拘束されるんで、その分その時間に使えないんですよね。じゃあそうやってホームレスクリエイターとしてこ うまく時間を使っていきながらやっていった方が、もちろんそのアルバイトはしてるんで多少の時間の拘束はあると思うんですけど、やっぱアルバイトでもいろんなアルバイトがある。例えば在宅でこう携帯一つでできるようなアルバイトもあればいろいろあるんで、やっぱそういったものを選択していけば、やっぱ自分のこう夢の時間とか目標とかやりたいことの時間に割けられるんじゃないかなと、思ってます。で時間もあってお金もあって健康であって、ご縁を巻き起こせる人ってホームレスクリエイター以外にも実はいて、例えば経営者の方とか社長さんとかってある程度こう余裕があって時間もあってもう任せればできると思うんですけど、じゃあなぜそこに僕はじゃなくてホームレスクリエイターなのかって、まずまあ基本的にまあ経営者とかそういったものに僕はもう興味ないっていうのがまず一つと、でもう一つあって、基本的に僕は在庫を持ちたくない、在庫を持ちたくない、基本的にもう固定費、もう在庫っていわゆる固定費と一緒だと思ってるんで、在庫っていわゆる借金なんですよね。やっぱ在庫を持つってことは例えば人件費だったり、例えば商品を販売している人であれば、その商品、これって売らない限り在庫借金なんですよね。それは僕はやっぱり持ちたくないんで、基本的に一人でホームレスみたいにリュックサック一つでも固定費が本当に借金全部返済まずしてしまえば、40万返済してしまえばもう完全に自由になるんで、そこからもう全部もう自分の挑戦と夢のために使えるとってなると、一回こう日本に帰って借金を返済して固定費をゼロにして、僕携帯も解約してるんで固定費ないんですよね。なんで Wi-Fi 環境があればまずできるし、もう最強じゃないですかっていう話ですよ。ホームレスクリエイターでアルバイトで、僕の場合借金があるんですよ。この借金がなければ本当にもう今アルバイト貯めた分だけもう全部もう挑戦とかやりたくても全部使えるんで、もう最強なんですけどって考えたら、もう最強じゃないですかね。変な話、 YouTube で生計を立ててる人って僕最強だと思うんですよ。変な話、携帯一つでもう時間もあればお金も余裕もあるんで、もうやりたいとこどこでも行けますよね。場所も問わないしっていう、以上ですね。ホームレスフリーターって最強じゃないっていう、5回整理してます。4つの条件です。時間の余裕、お金の余裕、健康、これは健康はちょっとこだわらないといけないです。真冬とか外で生活するのなかなか僕は去年大変だったんで、最後ご縁ですね。ご縁を巻き起こすために何をするのか、この4つの条件を常に整えておけば、ハリウッドチャンスの時も必ずハリウッドを掴める可能性めちゃくちゃ高くなると思うんで、そういった話です。以上ですね。ハリウッドスターを目指そうとこアレクサがホームレスクリエイター最強説について唱えました。以上ですね。失礼します。